それでは前回やりました基本変形を詳しく見ていくことにしましょう基本行列と基本変形ということでまずですね E3 単位行列ですね3次の単位行列これの3行目のマイナス3倍を2行目に加えるということをしてみましょうそうすると001のマイナス3倍ですから00マイナス3を2行目に加えますのでこのような行列になります これを記号で P3、3次の3ですね。で、2、3、2行3列がマイナス3である。ということで、このように表すことにします。で、この行列を3行ある行列に左から書きます。3次の正方行列ですので、3行ある行列に左から書けることができます。このように書けてみます。そうすると何が起こるかというと、 1>, 1行目はですね2314でそのままですそれから3行目もですね001をかけてますからそのままですねはいで2行目がどう変わってるわけですけれども2行目がですね01-3というものをここにかけてますから 1> 0 1 3は要するに0はこの1行目に1は2行目にス3は3行目にかかってそれ,をそれらを全部かけたものを足したものが2行目に来ています。ということなのでこれは2行目の1倍と3行目のス3倍を加えたものが2行目に来ている。ということは言い換えると2行目に3行目のス3倍が加わっているということになります。 すすなわわち基本変形が起こっているわけですね。つまり基本変形は変形という矢印で表される操作なわけですけれどもそれは基本行列と呼ばれるものをかけることによって得られる行列に変形しているというふうに言うことができるわけです。 では前回やりました基本変形の各場合に基本対応する基本行列を考えてみましょう先ほどやったようにですね同じことですがある行にある行のスカラー倍を加えるという操作ですね1行目のマイナス2倍を2行目に加えるという操作ですがこれを P2 に1マイナス2これは単位行列1001の1行目のマイナス2これと同じ操作をやったものがですね P2 1> 2, 1, マイナス2ですけれどもこれを左からこの左側のこの行列にこの左からかけると、はい、1行目はこれ10ですからそのまま出てきて2行目はマイナス21ですからこの1行目にマイナス2をかけたものと2行目に1倍そのまましたものと足したものですから1行目のマイナス2倍が2行目に加わったような変形、えー、加わった行列が減られるわけですね。はい で、今度はこの P2212 をこの右が得られた行列に左からかけるとどういうことが起こるかというと元に戻るわけですね。で、この P221-2 という行列と P2212 という行列ですがこれは互いに逆行列になっています。まあ、実際これを左からこれにかけるとですね、要するにこれに 1>, 1行目のマイナス2倍を2行目に加えると1001になりますし逆にこれをこっちからかけると1行目の2倍を2行目に加えると1001になりますから逆行列であることはこの性質から考えてもすぐ分かるわけですねつまり基本変形は可逆であるということがこの正則な行列であるところの基本行列をかけるというかけた結果得られるものというふうな して言い換えることができるわけですねはい。今度はある行をゼロでない定数倍するというのを考えています同様に E2 単位行列の2行目を3分の1倍した行列を考えますそれをここでは急に 2, 2, 2行目の2ですね2のセミコロン3分の1というふうに置きますこれを最初のこの行列にかけると 2行目が3分の1倍されてこのように確かに得られます。で逆に9223ですね。ここの3分の1のところは3にしたものをこの右辺のこの行列に左からかけるとこうですね。かけると元に戻るわけですね。つまりこの2つの行列は互いに逆行列でこれを左からかけるということによってお互いこの基本変形が起こるということになります。 最後に入れ替えですね。これも全く同じようにして単位行列の1行目と2行目を入れ替えた行列、これを R212 と書きますけれども0110ですね。これを左から書けると1行目は01ですから01なので1行目の0倍と2行目の1倍す、すなわち2行目がそのまま出てきて逆に2行目は1行目がそのまま出てくる。 ということは要するに1行目と2行目を入れ替えたということになるわけですね。で、この行列は2回やると元に戻ります。単位行列になります。2乗すると単位行列になります。つまり、それ自身が逆行列になっているもので、このようにしてですね、基本変形というのは基本行列によって得られるということが分かったわけですね。では、最後に基本行列の定義を一応。 ままとめておきますこのように PNIJCQNICRNICIJ という3つのタイプの基本行列を定義しました。ここで PN というのは一般的に教科書大体いいどの教科書でも PN という記号を使っているんですが QN と RN はたまに逆に書いてある逆の用法で意味で使っていることもありますのでもしも複数の教科書を見る場合は注意してください。 まあよく使われるのは PNQNRN というのはよく使われるんですが逆の場合が QNRN の場合に限ってあるので注意してください。